久保さん。神という幻ですね。まあ、あの、確かにね、あの、いじめる側のことは何も言わないですよね。<laughs> 確かにね。<laughs> いじめられないように、まあ、その、議論をぶつしてるのが、いじめられないようにっていうような、まあ、そんな名前つけた、いろいろ世間からアーダーコードあるんじゃないかって、 っていうのが多分議論の発端だと思うんですけど悪魔っていう名前だけであだこうだ言う人がいるのはどうなのかっていうね本当にいろんなものの見方があるなと思うんですけどあの神ってすげえ便利だなと思うんですよね、うん、だって神様って見えないじゃないですか見えないしいるのか分かんないんだけどなんかその神から言われたとかね天から降ってきたとかなんかそうすると 何なんですかねこれも間違いなく洗脳だとは思いますけど神っていうものに対してどういうイメージを持っているのかっていうところですよねうんなんかこう不思議ですよねうんだから僕はイエス・キリストの、ね、イエス・キリストの神様みたいなまあどこの宗教もそんな感じだと思うんですけどうんまあね 悪いことを教えてるわけではないとは思いますけどなんかその神様を都合のいいように使ってるなとは思いますねものの見方を考えるとうん確,か確かにその聖書は語り継がれてるけどもじゃあなぜ聖書は語り継がれてるのかっていうと単純に語り継が,継がせようとしてる人たちがいるっていうそれだけの話でもういないわけじゃないですかうんどこにも存在しないんですよね でも、その、それを崇拝してる人の心の中には神がいて、でも神は実際にしないんですよね。あるものとするならば、今目の前にあるものですね。まあ、最近だと AI 出てきましたけど、<laughs> あの、スマホが目の前にあるとかね、パソコンが目の前にあるとか、神さんは目の前にないけど、パソコンは目の前にあるみたいなね。<laughs> カメラは目の前にあるみたいな。う そうだから目の前にあるものより目目,目,目の前にないものを信じたいというかねうんそうこれ難しいですよね夢も今目の前にはないんだけど夢を叶えたいっていうねそこを夢を叶えるんだっていうそのそこに妄想してそこを信じたいみたいなだから結局 ななないいいものをみんん信じたいんじたゃないですかね <laughs> 現実よりないものを信じたいと。宝くじで当たったらなあとかね。当たってもいないけど当たったらいいなみたいなね <laughs> うん。だから逆を言うとないものを人は憧れる。ないものをあ,のあったらいいなと思うからないものがあるようになるんですよね。 うん、みんな現実の世界で満足していたら多分文明の発達はなかったでしょうね。うん、俺たちはイノシシを食って今日も楽しいみたいなね <laughs> なんかその先の未来というかその先の妄想というかねないものを描くことができなか,きなかったら多分文明の発達はないしおそらくね猿とかもね頭いいとは思うんですけどもね動物の中では。 ゾウ、ね、さんとかあシマウマとかキリンさんとかよりサルさんの方が頭いいと思うんですけどサルはライター作れないんですよね多分おそらくその未来を描けない妄想できないそもそも神様みたいなのも作れない,そう <laughs> な,いものをつないものを描けないってことですね僕たちじゃないものを描けるとこれはすごい特技ですよねうん、はい、ということでないものを信じていきましょう いっ,てらっしゃい